今回のお気に入り。おおさやがっております。方です。一泊四万円台のホテルに。千円で泊まれたら。これめちゃめちゃお得だと思いませんか。今回はその方法をご紹介します。 今日泊まるのはですね、私の後ろに見えている、えー、このビルの中にあるホテルです。今ブッキングドットコムとかで見ると4万1800円、Google マップとかで見るとだいたい4万5600円。これがですね、このホテルの一泊のお値段です。 で特にですよ、あの違法なこととか、怪しいこととかはせずにです、ね、ここにです、ね、実質1000円ぐらいで泊まれるというすごい技があるんです。ちょっとね、その方法はこの動画の後半でお伝えしますので、今はです、ね、まずチェックインに向かいたいと思います。すごい綺麗です さ、今ね、チェックインを終えてエレベーターホールにいます。ちょっとチェックイン、えー、振り返ってみましょう。まずね、すごくね、眺めがいい景色がいいところでね、ソファーに座ってくつろぎながらチェックインができました。ちょっとね、えっ、ー、と来る時雨降ってたんだけど、ちょうど雨が上がってですね、こう。 スカイツリーがね見えるという非常に気持ちのいいタイミングでですねチェックインしました。スタッフの方もね。丁寧でね。あとね、服がかっこよかったですよ。あの、山本洋二さん、幼児山本さんがデザインした服を着ているということでなんかね。一般的なホテルみたいなあの、なというのかな。フォーマルな感じよりもねちょっとカジュアルな感じでね。モダンな感じのねえ、かっこいい服でした。というわけで今からですね。お部屋の方に行ってみましょう。 お部屋の方に行ってみましょうとか言いながら、まあ、実はね一回入ってはいるんですけどねまあ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 それは展開ということでここにタッチまあね入ってちょっとすぐに窓が見えて眺望も気になるところですがまずはですね入り口にいるこちらですねベアブリックだよねそうだよねちょっと和風の畳の上にね こんな感じのベアブリックが立ってます。何なんだろうだるまとも忍者ともつかないような服装というか格好ですけどもね。入って左手にはクローゼット。あ、じゃなかった。お手洗いだった。<laughs> いきなり間違えちゃった。あんまホテルルームツアーレビューみたいなやったことないから、いきなり間違えちゃった。お手洗いです。綺 <laughs> 麗ですね。 こんな感じですトート製ですすねもちろんウォシュレットいきなりお手洗いから始めるってどうなんだって話はありますけどねはい、えー、こちらはですねパウダールームというか、まあ、あれですねシャワー室に続く場所ですねすごいね綺麗ですねはいどうも おこれは何だもう洗面台の横に本があるという「メズム東京」って書いてありますけどこれ開けると「東京ウェーブス」っていうのがねウェブサイトでも見ましたけどこれアメニティなのか何かちょっとわからなすぎて警戒しちゃったよもうなんかこれ歯ブラシでございますねこれシャワーキャップですね「バーニティキット」って書いてありますけどなんだろうバーニティキットってなんだろう 開けて大丈夫なんだよなその辺も分からなすぎてちょっとダメだ,めだちょっとホテルレビュー向かないかもしれない緊張してきたこれはブラシあっ冷えりもあるバブルネットですねバブルネットが何かもよく分かってないけどねこのシャワーキャップですねあーしまったこれ入れ直せないかもしれないこれちょっとパズルだなそうかそういうことなのかなるほどねなるほどねおおあもうなんか楽しいじゃんこっからして楽しいじゃん 戻せたこれ夜また使うの怖いな怖くないけどさ、えー、お風呂でございますちゃんとですね、えー、バスタブがあるんですねそしてこれ、えー、レインシャワーというんですかね天井からシャワーが降ってくるようになってますねシャンプー類はこんな感じですそしてあれですねこうガラス張りでお部屋の中が見える仕組みなんですねあれですかこの手のパターン ちちょくちょくく見ますね中国行った時もこんなのありましたけどねなんか僕はちょっと落ち着かない気がしますけどいいんでしょうかねこういうのがねおガウンすごいなんかちょっと帯がおさらな感じでございます後ほど着てみますでさっきしくじったけどこっちがクローゼットでしょあそうだねはいはいおっ、まあ、広々という感じでねサンダルがちょっと変わってるというね これなんていうんだろうセッタでいいのかなルームシューズというかシャワーシューズというかサンダルが用意されています VIC って書いてあるねかかとのとこにそしていよいよお部屋の中でございます今日はねキングサイズのベッド一人これを一人占めという感じで過ごしますベッドサイドはですねルームサービスを頼んだりとかする電話と時計がありますね振り返ると先ほどのお風呂があると いう作りです反対側にはタブレットがあってこれで部屋の照明とかエアコンの調整ができるそうです空気清浄機そしてその隣にはピアノすごいよねこのピアノがあるっていうのはこだわりらしいですけどでここは何だろうミニバー的なところと物置です、ね、カバンは私のですこれはこれは特に何もないよね多分あれだよねこのホテル泊まるような人としてこういうのガチャガチャ いいじらないんだろうけど私は開けちゃうよからでした <laughs> マグかっこいいね「メズム」って書いてあるおおあすこれはなるほどねこれは明日の朝にいただきましょうかねもうねお昼ごはんを過ぎてからコーヒー飲むと眠れなくなっちゃいますからねお子様かって話ですけどそしてここが、A、ミニバーでございます えー、ここに入ってるものは、えー、無料だそうです AKA 飲み放題関節照明になってるんですけどこの辺りもねおしゃれですねあと今気づいたけどベッドのなんというのかなこ,こ,こんな感じの紐っぽいデザインがありますね完全に和風じゃないんだけどまあでもこれを見て洋風とも言わないよね和洋折衷というんでしょうかね面白いですね そして、お待ちかね、眺望チェック。ほぼ床面から全部窓みたいな感じで、23階ですからね、こういう眺望です。今回はですね、直接マリオットのサイトとかですね、アメックスのサイトから予約したわけではなくてですね、ちょっと後ほどお伝えしますが、少し変わった取り方をしているので、アップグレードとかは効かなかったんですね。ですが、こんな感じで、リバービュー、ほぼオーシャンビューみたいな。 お部屋になってますモノレールとかもちょっとさあ眺めはこんな感じでしたさあというわけでえールームツアーが終わって一段落でございますあおしもなくなっちゃったよでえこの「メズム東京」 オートグラフコレクションですけれども、ちょっとね、そのホテルについてお話ししていきましょう、ご紹介していきましょう。マリオット系列のホテルなんですね。えー、マリオットといえばですよ、世界最大のホテルチェーンでございます。でね、あの本当に大きなチェーンなので、いろいろ系列があるんですね。 であのもうめちゃくちゃハイエンドのところからあの、まあ、もう少しカジュアルに、えーまあ、1万円前後ぐらいで泊まるようなところまで、ね、幅広い価格帯であって、まあ、幅広い場所にもあるという、えー、ホテルチェーンでございます。でそのマリオットの中の一つが、えー、ここメズム東京なんですね。でそのマリオットの中にあってですね オートグラフコレクションっていうそのジャンルというかカテゴリーはですねちょっと変わってるんですね例えばマリオットのホテルブランドだとリツ・カルトンとかセント・レジスというところがねハイエンのところにあって親しみやすい価格帯だとアロフトとかモクシーとかそういったブランドがあるんですけどもそういうなんていうのかな パカッとそこのカテゴリーに当てはまらないような個性的なホテルを集めたブランドをですねオートグラフコレクションというんだそうですでその中の一ついろいろ個性がある中の一個はですねここのメイズム東京ということなんですねここが開業したのは2020年の4月ですで今動画を撮影しているのは2021年の8月なのでだいたい1年半ぐらいですかねなのでとても新しいところです ちなみに一個大事なのは、私は、なんかちょっと、なんだろう、新しい壁紙の匂いとかちょっと苦手だったりするんですけど、そういうなんか化学薬品的な匂いとか、感じは一切なくですね、大丈夫ですね。ホテルのね、コンセプトが、東京の今に根ざしたようなですね、五感を魅了する体験を提供するというのがね、コンセプトなんだそうです。で、多分このウェーブスというのはですね、ここの立地がですね、ウォーターフロントにあることに、えーとまあ、由来しているというか、そこにちなんだものなのかなと。 いいう,うに思います住所は東京都の港区なんですが竹芝桟橋とかが近くにあるんですねなのでここから大島とかに向かうフェリーが出てくる場所のすぐ近くですでもちろん汐留とか新橋とか銀座とかも近いと最寄りの駅は浜松町になるので羽田空港へのアクセスもいいとでもちろん東京駅でもすぐ行けますので新幹線駅もね北へも南へも行けるという何、まあ、ていうのかな交通の要所というとちょっと大げさですが非常にですね利便性が高い 立地となっているようですでやっぱ出張で,です、ね、東京にいらっしゃる方はですねちょっと,、えー、と入りが夜遅くなるよなんていう時にはです、ね、ここいいんじゃないかなというふうに思います。あと出発する場合は、まあ、東京の郊外とかに住んでる方はです、ねえー、と朝早い便に乗らなきゃいけないという時にです、ね、ここで1、えーまあ、泊して、えー、とすぐに新幹線な飛行機なりにすっと移動できるというような形が、ね、いいかもしれないですね。 船の場合はちょっと、あの、全泊するというのがあるかどうかわかんないですけれどもね、まあ、あの、陸道であれ、空路であれ、海道であれね、どこにでも行けるという、その立地はですね、すごい便利だなと思います。まあ、あとはね、あの、東京の、ね、ビジネスの中心地に近いので、あの商談とかね、えー、と打ち合わせがあるっていう場合なんかもですね、あの、いろんな大企業ですね、まあ、エスタブリッシュメントの企業にはですね、アクセスがいいんじゃないかなというふうに思います。そういう、えー、ビジネスにも便利な立地ですね。周囲のことを言うと、えー、ハマリ宮庭園とかですね、 えー、旧芝り宮というのかな、えー、公園というかそのお庭ですねがあるのであの散歩したりするのもね気持ちいいんじゃないかなと思いますあとは、えー、と劇団四季のシアターとかもあるので、まあ、そういう、えー、とエンターテイメント好きな方もですねあのちょっと見に行くみたいな時にもですね非常に、えー、と便がいい場所ですねただ、えー、と今回は私はですねあ,のあんま出歩くという気分でもないのでねあの部屋にこもってですねあのちょっとこのおしゃれな空間をですね、えー、堪能したいと思います さあ時は過ぎままして、えー、夜でございますあの街はね時間によって姿を変えるというふうに言ったりもしますけれどもあの東京のど真ん中なのであの夜景綺麗ですねあっちとかもすごい綺麗ですあっちは勝ど橋とかの方面かなあの不団のねあの先にあの船があるんですけどもちょっとここには船っぽいオブジェが見えたりとか 奥にはですね、レインボーブリッジですねが見えます、まあ、ちょっとね完全にクリアではないあの一番上の階じゃないんでね視界がクリアではないですけども、まあ、それでもなんかこうねあのああ大都会にいるなという感じの景色が楽しめますじゃあねあとはね、えーまあ、いい時間なのでねお風呂を入ろうかなと思いますさっきこうちょっとこのお風呂のねところからガラス張りであのベッドがあってなんかこうちょっと落ち着かないねみたいな話をしたんですけど えー、ごめんなさい、私の勘違いでした。ちゃんとね、あの、なんていうのかな、仕切りが下ろせるようになってるんですね。ご覧いただきましょう。このようにですね、上から下まで、えー、こう、目隠しというかね、降りてくるようになってますね。これでね、あの、なんかちょっと、あのー、ガラス張りのところでお風呂に入るのが落ち着かないという人でもね、安心して入れますね。こんな感じのスイッチがあって、ここで上げ下げができます。まあ、きはせっかくだから、夜景見ながら入るか。 このようにですね、あのー、お風呂にお湯を張るのはちゃんとありますね、自動でやってくれます。アメリカはね、ロゴ入りのもですね、代わりが良くて気持ちいいです。さあ、そして、こちらがレインシャワーです。 ですねサロニアって書いてありますねレノボ製のものであの後ろがガラスになってたりとかね高級感があるモデルですねでここでねあのお部屋をのライトをコントロールできるんですね今バスルームがついてますがこれを消してみます ほら消えたで、えー、全部つけましょうかほら前頭をつけるとこんな感じ今ちょっとね暗くてくつろぎたいのでナイトスケープモードにしてみましょうかねこれですこんな感じで、えー、くつろぎの明かりになるという仕組みですいいですねシャワーを浴びてさっぱりしたので今日は寝ますそれではおやすみなさい おはようございます。メズム東京オートグラフコレクション2日目です。お部屋にこんな感じでコーヒーとですね、ドリッパーが用意されてますので、これで朝のコーヒーをいただきます。 で、えー、きました眺めがいい窓際で朝のい杯いただきます美味しいあとねジムの予約をしているので早速、えー、行ってきます残念ながらジムウェアとかタオルとかもろもろ持ってないんですけど部屋のタオルを借りてまあ t シャツで、えー、行きます竹みたいなデザインになっているのがねおしゃれですね おすごいですねあのルームキーをかざすと中に入れるそうですここはヨガマットのスペース水もありますランニングマシーンずらり全部テクノジムというあのおなじみのブランドですねウエイト系もあります これなんだろう初めて見たボートこぎみたいなやつかなあんまり使い方よく分かってないです に聞いた限界近いウェイトでですね少なめの回数で上げて時短です貸し切りでしたよ45分間トレーニングしてきました朝から気持ちいいそれでは皆さんお待たせしました今回ですねこの1泊4万越えのですねメズム東京というホテル高級ホテルですねに1泊1000円いや これね計算してみたら1000円よりももっと安いですね約993円1000円切りの格安のお値段でどのように泊まったのかご説明しましょう今回私が利用したのは旅のサブスクサブスクリプションサービスハフというものですこれ普段はですね2980円のライトっていうプランにね申し込んでおくと対応する施設日本とかね世界に800カ所ぐらいあるんですけどそこに一泊できるサービスなんですね それが今2021年の8月限定でですね3泊3泊2980円で宿泊できるようになっていますなのでこのキャンペーン3泊2980円のサブスクリプションを3泊分に分けていくと1泊ですね1000円かからないと993円ぐらいになるという仕組みですそして一つ大事なポイントがありますこのねハフという旅のサブスクはですね ハフコインというものがね毎月もらえるんですねでと通常であれば2,908円のプランで50コイン今キャンペーン中なので150コインになるんですがそれをもらえます宿泊するのにねそのコインを消費するんですよでここのねメズムはさすが高級ホテルだけあってコインがね1950必要なんですねでまぁ、あ サブスクに申し込むだけだと150コインしかもらえないので、あそれは止まれないじゃないかと、なんだ、全然1000円で止まれないねって話に思うかもしれないんですが、実はね違うんです、今、このね8月末までのキャンペーンに申し込むと、最大1500コインもらえるんですね、ただ、1500もらうのはちょっと難しいというか、かなりね手間も時間もかかるんですね、ただ、私、実際にやってみて、900コインまではすぐもらえます、もうね、15分とかでできる。 登録するこのね動画のリンクに概要欄に入れておきますけどもそのリンクから登録するだけでまず500コインスポーンともらえますであとはいくつかステップがあるんですね身分証の提出とかそういうものをねするだけで900コインはもうねすぐに1円もお金をかけずに貯められますで、まあ、プラスねあと1050コインぐらいはどう貯めるかっていうのが大事になります でまあ、あのちょっとそれが手間だよという方はですねもっとコインの商品が少ないところに行けば OK とあの50コインだけで泊まれるホステルとかもあるのでそっちに行く分には全然 OK ですせっかくだからもっといいホテルに泊まりたいよという場合はリファラルという仕組みを使いますこのハフというサービスは登録した後にですね自分専用のリファラルリンク紹介リンクを、ね、発行できるんですねで、まあ、お友達とかお知り合いとかあとはツイッターとかのフォロワーさんとかがそこから登録をしてくれると自分にコインが入るという仕組みがあります これ、8月中に自分のリンクから誰かが登録をしてくれて、その後、実際に宿泊をすると、自分に400コインで相手にですね、500コインが付与されるという仕組みです。なので、1500コインぐらいを目指すのであれば、400×3 ですね、3人の人にリンクから登録してもらえば OK と。 まあ、例えばご両親とかですねご兄弟とかもちろんお友達でも OK ですしねあのツイッターでポストしてみるとそういう方法で、えー、ハフコインを貯めればこういうホテルにですね、えー、1000円というか993円で泊まれるという大変お得な仕組みですで3人の紹介とかは難しいよっていう場合でもですね、えー、銀座のハイアットこれもねすごいいいホテルですけどここなんかはね1300コインで泊まれるのでなので最初にすぐ貯められる900コインプラス、えー 1>, 1人の紹介400ででままれすなののちょっと3人の紹介が難しいという方はですね1人の紹介をしてですねこの銀座のハイアットとかを目指してみるのも良いんじゃないでしょうか。というわけで今回の動画の内容は以上です。気に入っていただけたらぜひいいねをお願いします。そしてまだの方はチャンネル登録をお忘れなくそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ